ウェズリー・アブナー・デワートはアメリカ合衆国の政治家、共和党員。1945年からアメリカ合衆国会議員を通算後期務めた。ウェズリー・デワートはマサチューセッツ州ウルスターでウィリアム・ジョン・デワートとメアリー・エリザベス・バーナードの間に生まれた。ワシントン州立大学で教育を受けた後、1910年にモンタナ州パーク郡、ウィルソールに移住し、 森林局の職員を務めた。その後、モンタナ州下院議員、モンタナ州上院議員を歴任した。1945年1月15日、モンタナ州第2選挙区から選出されたジェームズ・オコナー、下院議員が死去した。同年特別選挙が行われ、共和党のデワートが当選し、オコナーの残り任期約1年半余りを引き継いだ。その後、 1952年選挙に至るまで5 0を果たした。1954年、デワートは再選を目指さずに連邦上院議員選挙に出馬し、民主党現職のジェームズ・ E ・マレー上院議員と議席を争ったが、接戦の末にデワートはマレーに敗れた。1955年からデ、デワートは1年の間、農務長官の補佐官として、監督事業の職務に就いた後、 内務省次官補、農務長官特別代表といった政府の職を歴任した。モンタナ州知事のヒューゴ・アロンソンが1960年選挙に出馬せず辞職を表明。デワーとは知事を目指して立候補を表明したが、共和党予備選で元州上院議員のドナルド・グラントナッターにわずか561票差で敗れた。デワーとは政界を引退し、モンタナ州。 ウィルソールに居住し、共和党員として政治活動を続けた。1973年9月2日、モンタナ州リビングストンで死去。同地のマウンテンビュー墓地に埋葬された。ありがとうございます。